では、改めまして、本日のウェビナー、CSI Finder Discovery Platform for Academics の紹介セミナーを始めていきます。本日の流れですが、まずは、この CSI Finder Discovery Platform って何なのかという概要について、まずはスライドで簡単にご紹介した後、具体的な追加のコンテンツとして、CSI Finder の l i ライフサイエンスコンテンツ、 それから CS アナリティカルメソッド、そして CS フォーミュラス、この3つについて活用事例を踏まえながらご紹介していきます。ではまずは概要からですね。そもそもこの CS SciFinder Discovery Platform for Academic Store というところですね、ちょっとこちら長いので、この後からはディスカバリープラットフォームと呼ばせていただきます。 このディスカバリープラットフォームというのは、教育研究機関、まあ大学さんですね。こちらを対象にした研究活動を総合的にサポートするサービスになります。従来の CS サイファインダー、こちらのコンテンツの拡大に加えまして、さらに下の2つですね、CS アナリティカルメソッド、こちらが分析手法に、調査に特化した検索ツールです。それから CS フォーミュラスという、生材配合情報に特化した検索ツールという、この 新たな2つのツールが使えるようになっています。今、サイファインダーでの情報にも追加のコンテンツがあるという話をしましたが、じゃ具体的にこのディスカバリープラットフォームでどういったコンテンツが拡大されたのかというのをこちらのスライドでご紹介していきます。青字のところがこのディスカバリープラットフォームで追加されたコンテンツになります。まずはサイファインダーから見ていきましょう。 サイファインダーについては、ケムゼントと CS バイオアクティビティデータでこの2つが追加されました。1つ目のケムゼントですが、こちらは最古の科学情報誌ということで、まあ、例えば、ヒュリー夫人の放射性物質の発見であるとか、ハイゼンベルクの不確定性原理の発見といったような1800年代からの科学誌における非常に重要な文献のデータを収録しているデータベースになります。 ディスカバリープラットフォームに切り替わっていると、サイファインダーで文献を検索した際に、このケムゼントを含めた結果というのが得られるようになっているので、より網羅的な文献検索ができるようになっているよという形です。二つ目、CS バイオアクティビティデータですが、こちらはライフサイエンス分野の強化点で、サイファインダーで生物活性情報が検索、確認できるようになりましたよというものです。生物活性情報の検索に関しましては、 次のトピックでもう少しデモを交えて詳しくお話ししていきます。続いて右側に来まして、サイファインダー以外の追加コンテンツですが、まあ、先ほどお話しした分析書の検索ツールである CS アナリティカルメソッド、それから製材配合情報の検索ツールである CS フォーミュラス、この2つが使えるようになっています。この2つのツールですが、サイファインダーと連携しているので、相互に行き来をしながら効率的な検索にご利用いただけます。 各ツールの使い方、それから SciFinder との連携についても、この後の活用事例で改めてご紹介しますので、こちらもぜひご注目していただければと思います。はい、ディスカバリープラットフォームから追加された2つのツールについては、SciFinder、はい、と同じ ID パスワードで利用することができます。それぞれのツールについて、 ログイン URL というものも設けられてはいるんですが、サイファインダーにログインさえしていれば、左上のこちらの3点メニューですね。開いていただくと、このサイファインダーディスカバリープラットフォームという欄がありまして、この2つのツールへのリンクというものが用意されています。で、ここからサイファインダーから直接他のツールにアクセスすることもできるようになっています。ということで、以上が CS SciFinder Discovery Platform for Academics の概要のお話でした。ここから具体的に強化された、まあ、追加されたコンテンツの詳細、それから活用の事例についてご紹介していきます。まずは、ライフサイエンスコンテンツからですね。CS SciFinder には、ディスカバリープラットフォームで強化されたもの以外にも、もともと3つですね、合わせて3つのライフサイエンスコンテンツというのが収録されています。 具体的には、こちらのスライドにあるとおり、メドライン、CSSequences、それから CSBioActivity Data、この3つです。上から見ていきます。まずメドラインですが、こちらは生物医学分野のデータベースで、どちらかというと、パブメドという名前で知ってるよという方が多いかもしれません。あの、ブラウザで利用できるフリーのデータベースですね。サイファインダーの文献検索では、このメドライン、パブメドの情報も含めた検索結果を得ることができるようになっています。 二つ目が c s s e ク u e n c e ですが、こちらサイファイナで検索できる拡散タンパク質の配列情報です。現在8億を超える膨大な配列の情報を検索可能で、三つのホモロジー検索プログラム、これを使って検索することができるようになっています。三つ目の c s バイオアクティビティデータというのがディスカバリープラットフォームから強化されたライフサイエンスコンテンツで、構造活性相関 SAR ですね、それからアドメ、毒性、 この3つの生物活性情報が収録されています。検索をするときにはターゲットやリガウンド、それから疾患の情報からこの生物活性情報を直接検索することができます。今日はディスカバリープラットフォームのウェビナーということで、この3つの中からディスカバリープラットフォームで追加された CS バイオアクティビティデータについてご紹介していきます。 CS バイオアクティビティデータは、物質の生物活性情報と、それから出典元の文献情報、こちらが紐付けられて収録されています。左側が COVID-19 の治療薬、エンストレルビル、ゾコーバという名前でね知られているものですが、こちらの物質情報ですね。物質情報の詳細を見ていくと、青枠のところですね。 物質の詳細情報として生物活性の情報が注力されているというところが見えるかと思います。今回の例は構造活性素養管の情報ですね。この生物活性の情報にはソース、ちっちゃいかもしれませんが、ソースというリンクがありまして、こちらのリンクから右側、この情報の出典元の文献にアクセスすることができます。でさらに文献の詳細情報にも、この文献に記載の 生物活性の情報、この淡くのところですね。というのが収録されていて、文献情報からも記載の生物活性情報を確認することができます。でもちろん、この文献の生物活性情報にも、リガンドのリンクというのがついているので、このリガンドの詳細知りたいよというときには、このリガンドのリンクをクリックしていただくと、そのリガンド、まあ、物質の詳細情報にアクセスすることができるので、これら物質と 文献に記載されている生物活性情報というのは、お互いに相互にリンクして、行き来しながら活用することができるというデザインになっています。では、実際にこれらの生物活性情報を検索して、一つ見ていただこうと思います。最近、H5、N2 型の、ね、鳥インフルエンザウイルスのニュースがちょっと話題になっていますが。 今回の検索例は、インフルエンザウイルスに対する生物活性情報を文献から検索するという例になります。検索の流れとしては、生物活性の疾患の情報を検索の対象にしまして、ですね。ここですね、はい。検索の対象を疾患にして、でさらに今回は、キーワードと組み合わせた検索をしていきます。はい、では、 画面をサイファインダーに切り替えますので、少々お待ちください。はい。現在、はい、サイファインダートップ画面に移動しました。生物活性の情報は、物質と文献から検索ができる。ということで、サブスタンシズまたはリファレンシズこのメニューから検索ができます。で検索をするときには、の検索ボックスではなくて、 下のアドバンスドサーチフィールド。ここから生物活性情報のデータ。こちら対象に検索できますで。今回は文献から検索するので、リファレンシズのメニューから。検索対象をバイオアクティビティデータの。今回は疾患を対象にしたいので、ディジーズを選択します。疾患のキーワードとしては、今回はインフルエンザですね。インフルエンザ。 で、これでまあ検索自体はできるんですけれども、今回のところはキーワードも組み合わせて検索をしていきたいと思います。とより的確に検索していきたいなという形ですね。キーワードとしては、抗ウイルス剤アンチフパイラルエージェンツ。はい。このキーワードと組み合わせて検索をしていきます。では、検索を実行します。 検査結果表示されました。400件弱の回答が得られましたね。今回、疾患がインフルエンザという条件で検索をしましたが、文献を検索した際に生物活性の情報を含む文献に限定したいよというときには、左側のフィルターにこのバイオアクティビティデータというフィルターがありますので、こちらを使って絞り込むことができます。構造活性相関、アドメ、それから毒性、 どれを含むか、という目線で絞り込みができます。今回は構造活性相関の情報を持つ文献に限定したいと思いますので、Structure Activity Relationship。こちらにチェックを入れます。はい。限定ができました。今回はさらに、このコンセプトのフィルターを使って、 A 型のインフルエンザウイルス。これがテーマの文献にさらに限定をしていきたいと思います。このコンセプトというフィルター、文献のテーマ、主題で的確に限定ができるサイファインダーユニークな非常にパワフルなフィルターなので、文献を効率的に絞り込んでいきたいというときには、ぜひこちらも活用してもらえたらと思います。チップスのお話でした。では簡単に検索を振り返りますと、今回は 生物活性の情報、疾患がインフルエンザでヒットして、で、なおかつ、抗ウイルス剤というキーワードでヒットする文献を、構造活性情報、相関の情報を持つ文献で、なおかつ A 型インフルエンザウイルス、これで、がテーマの文献という形で限定をしてみました。はい、では、実際に回答を見てみて、まあ、この検索に合っているかどうか見ていきましょう。では、そうですね、一番上の回答を開いていきます。 文献の詳細が表示されました文献の詳細としては、そうですね、ご利用の方はご存知かと思います。上から文献のタイトル、著者名、そして小6。少し下がると書士情報という形で基本的な情報がまとまっていますで。さらに下がると、こちらの各タブにまとめられている情報、こちら作品情報というのが、まあ、主に c i ファインダーユニークな情報になります。CS コンセプトというのがこの文献のテーマということで、 抗ウイルス剤であるとか、絞り込みでも使った A 型インフルエンザ。これがちゃんとテーマの文献だなということが確認できます。その下のこのメディカルサブジェクトヘディングスというのは、こちらは、サイファイのユニークな情報ではないんですが、あのライフサイエンスコンテンツとしてご紹介したメドラインですね。あのパブメドの由来の作品情報になります。パブメド由来の情報ではあるんですが、この ヒットしたキーワードがハイライトがついているということで、まあ、こちらも検索の対象になっているなということが、ね、見えるかと思います。少し話がそれましたが、今回確認したいのは生物活性の情報ということで。今回限定した構造活性、相関の情報は、こちらのストラクチャーアクティビティリレーションシップ、こちらのタブにまとまっています。生物活性の情報の目印としては、こちらの CS Life Sciences こちらのマークが目印です。この表を見ていくと、各リガンドごとに構造活性情報の相関の情報がまとまっていることが見えます。例えば、この1行目は、このケルセチンですね。このリガンドが、ヘマグルチニン。これをターゲットに阻害剤として働いて、具体的なパラメータと数値。 というところが確認できます。で、疾患としてはインフルエンザ感染症に対して有効であるというところがこちらの情報から確認できます。で、さらに、この文献に記載のアッセの詳細については、こちらアッセの欄ですね。こちらにビューディティールというリンクがあるので、こちらをクリックするとアッセの詳細が確認できます。表にはなかったようなプロシージャーの情報であるとか、バイオロジカルシステム、インビトロでの。 圧生の結果なんだなっていうところが、ね、確認できました。こんな形で文献に記載の生物活性の情報が確認できるんですが、さらに、例えば、今度はこのリガンドに関する生物活性を調べたいよとなったときには、こちらのリガンドの CS ト録番号で識別番号なんですが、この物質の番号をクリックしてもらうと、 反応が鈍いですね。<laughs> ページをリロードしてみます。あ失礼しました。はい、こんな形で番号をクリックすると、物質に関するウィンドウが開きます。で、この中に、Get Substance Detail、物質の詳細を入手するというボタンがあるので、こちらをクリックすると、 先ほど選択したリガンンド、ケルセチンの詳細情報にこうして移動すす。るこことができますこちらがこの物質の詳細情報の画面になるんですが物質情報としてそうです、ね、物性であるとかスペクトルとか規制とかいろんな情報がこうタブごとに分かれて収録されているんですが生物活性の情報については先ほどと同じこちらの CS ライフサイエン e s こちらが目印です。 今回もまた構造活性相関の情報を開いてみましょう。物質の生物活性の情報では、その物質に関する全ての生物活性情報というものを確認できます。ということで、文献、ある特定の文献に記載のものだけではないので、こうしたたくさんの活性情報というのが確認できるんですが、数がとても多いですよというときには、この各項目にフィルターがついているので、 確認したい生物活性の情報というのをフィルターを使って的確に確認していくことができます。例えば今回そうですね、A 型のインフルエンザウイルス対する活性を見たいということで、インフルエンザウイルス A、こちらを選択しますと。はい、こんな形で、たくさんある生物活性の情報も効率的に確認することができます。同じように、このアッセの情報も 文献と同じように詳細も確認できますし、文献の場合にはソースのリンクがこうしてあるので、た、ま、だ出展元の文献を見に行きたいですよという時にもワンクリックで、出展元の文献にアクセスしていくことができます、はい。こんな形ですね。このようにサイファインダーでは生物活性の情報を対象にした検索、さらに絞り込みができると。でさらに出展元の文献、具体的なリガンドの生物活性情報、 こちらを紐付けて効率的に検索をすることができるようになっています。以上が、サイフファインダーの CS バイオアクティビティデータのご紹介でした。では続いて、CS アナリティカルメソッドについてご紹介します。 CS Analytical Methods は分析手法に特化した検索ツールです。薬理学や HPLC 分析、食品分析、天然物の管理、水の分析といったような非常に多岐にわたる分野の分析手法を効率的に検索ができるようになっています。具体的に収録されている情報ですが、サイファイナダーに収録されている雑誌論文から分析手法を収録しています。 具体的な収録分野としては、医薬、農学、化学、こちらを中心としたサイエンスの分野で、2000年以降に発行された文献というのが出典になっています。先ほどね、多岐にわたる詳細な分析法の収録と言いましたが、こちらは実際の収録例を見ながら、どんな情報を収録されているのかというのを見ていきましょう。 分析に使われている分析対象であるとか、マトリックスといったような詳細な物質情報に加えて、実際に使っている、まあ、HPLC のような分析手法、実際に使っている分析機器の情報、分析の条件、手順、さらには、下に行くとこちらがバリデーションデータ。 という形で非常に詳細な分析手法の情報というのが収録されています。先ほど申し上げたとおり、出典の文献というのはサイファインダーに収録されているので、こちらですね。文献の詳細をサイファインダーで確認しに行くこともできます。でこのサイファイ d e ーとの連携については、もちろんアナリティカルメソッドからサイファインダーだけではなくて、サイファインダーからアナリティカルメソッドへと紐付けられているので、こちら双方向に 連携しななががら活用ができるようになっていますそういった連携の含めた検索例というのを、ね、一つ見ていただこうと思います。検索例、こちらですね。蜂蜜、ハニーからグルコースを管理するという分析手法を検索していきます。検索の流れとしては、アナリティカルメソッドのカテゴリー検索機能で、天然物の単離に関する文献、これをカテゴリーの検索から具体的に 蜂蜜からグルコースを分析するような手法というのを絞り込んでいくという流れでご紹介していきます。では、画面をまたブラウザに戻します。はい。サイファイナルの画面戻ってきました。最初のスライドでもご紹介しましたが、アナリティカルメソッド、フォーミュラスという、ね、新しいツールへのリンクについては、左上のこの3点メニューですね。 こちらを開いていただくと、サイファインダーディスカバリープラットフォームという欄があるので、ここに各ツールへのリンクというのが用意されています。ここから各ツールアクセスができますこ。今回は SS アナリティカルメソッドですね。こちらにアクセスをしていきます。アナリティカルメソッドに移動してきました。分析手法に特化しているということで、検索画面、比較的サイファインダーよりシンプルな作りになっています。 分析の対象であるとか、分析の手法みたいな、そういったキーワードから検索をするときには、この検索ボックスにキーワードを入れて検索するという形です。他にも2つ下にメニューがありますが、このアドバンスドサーチでは、具体的に検索対象を指定して検索できます。この分析の対象はこれで、分析のマトリックスはこれで、さらに行を追加して、そうですね、使っている分析の手法 HPLC で、みたいな形で、 情報を組み合わせて的確に検索することができます。今回の検索例みたいな、蜂蜜中のグルコースを分析するという手法を検索するような、そうですね、今回で言うと分析の対象がグルコースで、マトリックスが蜂蜜なんで、ハニーですね。はい。こういった特定の情報が決まっているよというときには、まあ、このアドバンスドサーチの機能を使っていただくというのが、ね、一番 的確でおすすめではあります。ただ、今日のところはですね、アナリティカルメソッド、このツールのカテゴリー検索機能を、ね、紹介したいので、一度トップに戻りまして、このエクスプロアメソッド、カテゴリー検索の機能をご紹介させていただきます。では、このエクスプロアメソッドを今度はクリックします。こちらの検索機能では、ご覧の通り、 分析のカテゴリーを選択して検索することができます。今回のような天然物の単理であれば、ナチュラルプロダクトアイソレーションみたいな形で、まあ、カテゴリーを選択して検索ができるというようなメニューになります。非常に多岐にわたる分野があるなということが、まあ、こちらを見ていただくと分かるかなと思います。農学に関する、そうですね、例えば土壌の分析であるとか、バイオアッセイに関する分析手法を探したいとかね、食品関連であるとか、もちろん有機物質みたいな。 のの化学の分析書もありますし薬理学、毒性、それから水質の分析といったような非常に多岐にわたる分野、収録されているのは検索できるなというのがここから見て取れるのではないでしょうか。今回は蜂蜜からグルコースを管理したいということで、こちらの天然物の単理、こちらのカテゴリーから検索をしていきます。ちなみにこの、ね、キーワードも組み合わせて検索ができますが。 今日のところは、このカテゴリーだけを指定して検索をし実行します。はい。検索結果表示されました。分析書に特化しているということで、フィルターも非常にシンプルにご利用いただけます。例えば、分析対象は何なのかとか、分析のマトリックスは何か、それから分析のカテゴリー何でしょうか。まあ、今回は、 天然物の単理というカテゴリーから検索をしたんですけれども、検索結果を後からこのカテゴリーで限定していくということもできるようになっています。それから実際に使っている分析手法ですね。例えば HPLC とか、液液抽出みたいな具体的な分析の手法、出典文献の年代、こういった情報から絞り込みを行うことができます。で、今回の検索は、蜂蜜中のグルコースを、ね、分析したいので、まずはマトリックス、こちらが ハチミツですね。はい。ビオールをクリックすると、こう全体、フィルター内に全体確認できるんですが、ちょっとトップカウントはね、多かった順なので、蜂蜜見つけづらいので、今回はサーチのタブから、直接、ハニー探して、マトリックスをハニーに指定して、絞り込んでいきます。それから、分析の対象、今度はグルコースなので、アナライトをグルコースに限定していきます。 大型順の100、上位5個だとグルコース見つからないので、また同じように、ビューオールから、同じようにサーチを使って、グルコース。これが分析対象であるものに限定していきます。これで、蜂蜜中のグルコースの分析手法という形で限定できました。では、分析の詳細を確認していきましょう。一つ目の、 回答を見ていきます分析の詳細情報としては分析の対象であるとかマトリックスといったような物質情報だけではなくて分析に使った資料であるとか試薬であるとかそういった詳しい物質情報というのが収録されますで実際に使っている分析の手法今回で言うと HPLC 使っているようですねでさらに下がると使った分析の機器 それから、条件であるとか、分析の手順といったような、よいしょ、詳細な情報を確認することができます。で、さらに下がっていくと、ね、バリデーションデータもあるというところで、今回の分析結果でいうと、グルコース、こちらですね、36.3%、質量パーセント、濃度で含まれていたというような結果が、ね、得られたということが確認できます。 でさらに下がると、出典元の文献の情報が、ソースのところにあります。こちらのソースの中には、フルテキストっていう、ね、タブもあるので、ここから、全文の電子ジャーナルのページに移動することもできますし、よいしょ。その隣に、ビューインサイファインダーっていうリンクがあるので、サイファインダーで文献の詳細を確認することもできます。 今回は出典元の文献の詳細サイファインダーで確認してみましょう。こちらをクリックします。はい。サイファインダーのページに左を見ていただくとサイファイナーに移動したことがわかると思います。こちらがサイファイナーに収録されている出典元の文献の詳細です。こういった収録の情報であるとか、それからサイファインダーユニークなこの作品の情報ですね。 そういったところを確認して、全文を見るかどうかっていうような判断材料にしていただけますし、逆にサイファイナーでこの文献を見つけたと。こういった作品情報等を見てみて、そうですね、今回言うとこのグルコース、これが分析の対象に使われているなっていうような情報を見つけて、そこの分析手法を詳しく知りたいなとなった際には、アナリティカルメソッドのタブですね。こちらを見ていただくと、文献に記載の分析手法の概略と、さらにアナリティカルメソッドで 分析の手法を詳細に確認しに行くというね、リンクもついているので。サイファインダーからこの文献に至ったとしても、分析の手法をアナリティカルメソッドでワンクリックでアクセスすることができるようになっています。こんな形で、サイファインダーからアナリティカルメソッドに今移動してきたような形です。はい、でさらに、今回あ文献の詳細いきなり開いていますが、 サイファインダーの分析、すみません。文献の検索結果から分析手法が記載されているような文献に絞り込んでいくこともできます。というところを見ていただきたいので、ちょっと簡単なこのキーワードから、サイファインダーで文献を検索してみます。ハニーイソマルトースですね。ちょっとこちらのキーワードで。はい。ちょっと文献を検索してみました。文献のフィルターにはですね、 こちら CS ソリューションズというフィルターが用意されています。こちら開いていただくともアナリティカルメソッド m フォーミュラスとある通り、アナリティカルメソッドとフォーミュラスに情報が収録されているような文献に限定していくことができます。で、今回で言うとアナリティカルメソッドに限定してみたいと。そうすると、文献に記載の分析手法の詳細まで確認できる文献という形でね、限定ができたと。でこれ先ほどでヒットしていた文献ですよね。 で、この詳細を見に行くと先ほどのアナリティカルメソッドのリンクがついた文献の詳細確認できるので、文献に記載の分析手法を今度はアナリティカルメソッドで確認にしに行くことができるという形で、こんな形でアナリティカルメソッド、そしてこのサイファインダー、連携して活用すると、今回は天然物の単理でしたが、薬理であるとか毒性、水質、食品、 化ま学、有機物質といったような非常に広い分野の分析手法というのを効率的に検索することができます。ということで、分析に関する調査もぜひこの両者活用していただけたらと思います。以上がアナリティカルメソッドのご紹介でした。最後がシスフォーミュラスのご紹介ですね。 こちらが製材配合、そして成分情報を検索できる検索ツールです。医薬品、農薬、化粧品、コーティング材、日用品、食品、さらに材料といったような。そういった分野の詳細な配合情報を収録しています。検索のメニューには、成分検索と、それから配合検索の2つが用意されています。 左側から見ていきます。成分検索ですが。こちらは、配合に使われている文字通り、成分の検索ができます。いわゆる、物質検索みたいな形ですね。検索するときは、物質の名称であるとか、さらに、フォーミュラスユニークなところとして、その物質の機能性のキーワードからも、成分、化学物質を検索できますよというのが、このフォーミュラスユニークな部分になります。ということで、 この後のデモでは、この機能性から物質を検索できますよというところをね、一つ見ていただこうかなと思います。で、右側に行きまして、配合検索ですが、この配合検索では、配合中でどんな成分がどういった用途で、どのくらい配合されているのか、またお薬であれば、ターゲットが何なのかといったような、その配合の詳細情報検索、それから確認することができます。 いずれにおいてもね、このサイファインダーへの、はい、リンクが用意されているので、成分の、まあ、物質情報を詳しく見ていきたいな、まあ、先ほどみたいな生物活性情報を見に行きたいなというときには、ここのサイファイ d e ーにリンクをしたり、出典元の文献気になりますというときには、このビューインサイファインダーにというところで、こちらもアナリティカルメソッド同様、サイファイ d e ーと連携した利用をすることができるようになっています。といった連携のところも注目しながら、また一つ、 検索例見ていただこうと思います。検索例こちらですね。抗がん性の機能を持つ成分、いわゆる抗がん剤の有効成分ですね。こちらを成分検索から検索して、その成分を使った配合というのを具体的に検索していきたいと思います。ではまた画面をブラウザに切り替えます。はい。またサイファイナルの画面戻ってきました。では今度はフォーミュラスのご紹介なので、 フォーミュラスにアクセスをしていきます。同じように左上のこの3点メニューから、今度はフォーミュラスですね。こちらを選択します。はい。フォーミュラスに移動してきました。左を見ると分かれると思います。よいしょ。検索メニューとしては、スライドでご紹介した通り、配合を検索するフォーミュレーションズ、成分を検索するイングリーディエンツ、この2つを選んで検索できます。 今回は、成分を抗がん剤に使われるような、そういった機能を持つ成分を、ね、検索していきたいので、イングリディエン n という検索メニューで、検索キーワードは抗がん性ということで、アンチキャンサーですね。アンチキャンサーと。この機能性のキーワードを入力して、検索を実行していきます。このような形で、この物質の名前ではなくて、ね、機能性から その物質を検索できるというのがね、フォーミュラスユニークな検索のアプローチになります。今回はちょっとね、薬理的なキーワード使いましたが、もちろんそれ以外にも、解明活性剤であるとか、肥料であるとか、農薬といったような、多様な機能性の成分、このキーワードから検索することができます。で今回は、ね、アンチキャンサーなので抗がん性、抗がん剤に使われるような有効成分、化学物質が検索できたという形です。 では、ヒットした成分、ちょっと詳細を確認してみたいと思います。ピューディティールから、こちら、パクリタキセルですね。詳細を確認してみます。物質の詳細情報としては、まあ、構造であるとか、分子式であるとか、基本的な物質値情報、まあ、簡単な情報は収録されていますが、もっと詳しい、そうですね、物質性の情報であるとか、先ほどの構造活性相関みたいな、 生物活性の情報を見に行きたいやという時には、この View in s i ァイ Finder という、ね、リンクから s i ファ Finder にアクセスすることができます。ここまでの情報は、ね、大い Side Finder も確認できそうですが、フォーミュラスユニークな情報として下に下がっていくと、コモンにユーズな数、どんな機能性用途で使われている物質なのか、であるとか、配合を組まれるときによくどんな成分といろいろ組み合わせられて使われているか、といったような、まあ、 フォームラスユニークな情報が確認することができます。今回はこちらのクリタキセル。この物質の高主要成分、抗主要剤としての機能に着目して配合を検索していきたいと思います。はい、特定の機能性を持った成分を、あ、すみません。機能性を持った配合を検索するというときには、このコモニユーズドアズの機能性のところの、今回はアンチチューモアーエージェンツ。 検索したキーワードとちょっと違う言葉で配達していますが、ね、これは同義語も含めて、同じ意味の言葉は含めて検索をしてくれているからですね。はい。あすみません。ちょっと話が飛びましたが。目的の機能性の隣の View Formulations というリンクをクリックすると、このアクリタキセルが高使用剤の成分として使われている配合っていうものを、ね、検索できます、はいまあ。ただそうですね。 大学での研究において、配合を組んでいくということは、機会が少ないかとは思うんですけれども、今回は出展文献中で、配合に関してどういった実験が行われているのかというね、そういった側面に着目して、調査を進めていきたいと思います。はい、では、ケース多いので、簡単にフィルターをかけていきたいと思います、はい。まずはそうですね、配合の目的、パーパスとしては、やはり、抗使用剤がいいかな、ということで、アンチチューモアエージェンツ。 こちらに限定します。でさらに、出典元の文献の情報をこのドキュメントタイプで限定できるんですが、出典元は今回、ジャーナル、雑誌論文が由来のものに限定したいと思います。さらにそうです、ね、こういう背後に関するいろんなフィルターが用意されていますが、ユニークなものがこちらですね、インフォメーションインクルーデッド。あこの背後情報として含まれているこんな情報がありますよというフィルターなんですが。 この中にエクスペリメンタルアクティビティ、実験活動の情報が含まれているものに限定ができるので、配合に関する検証、実験をしているものに、ちょっと限定をしてみたいなと思います。はい、これで、高使用剤の配合で雑誌論文が由来で、それに対してちょっと実験のしているような、そういった配合に限定ができましたので、 一件詳細を確認してみたいと思います。配合の詳細では、配合に使われている成分、今回はアクリタクシルに関する配合を検索しましたね。で、なおかつ、その成分の機能性、こちらでいうと、抗腫瘍剤の成分、抗がん剤としての有効成分に使われているな。で、さらには配合量であるとか、 そういった配合の詳細情報を確認することができます。で、今回注目していきたいのは、この配合ではなくて、さらにその下の、今回ね、実験の情報が収録されているものに限定していきましたので、このエクスペリメンタルアクティビティ、こちらに着目していきたいと思います。でこちら見てみると、このパクリタクセル、こちらが有効成分にした、この配合、人の、何でしょうね、人の細胞に対して IC50, こちらに関する検証をしているなとか、 ゼータ電位であるとか、AUC についても測定しているというような実験のデオというのが確認できます。さらに下がってみると、アナリティカルメソッド同様、ソース、まあ、出典元の情報も記載されていて、ここを見てみると、この背後が記載されている記載値というものもね、確認できるので、この実験庫の情報、気になるものがあったら、フルテキストのリンクから、 簡単に記載位置も分かるようになっているので、この実際の原文件を見に行くということもできますし。で、もちろん、ビューインサイファインダーっていうね、サイファインダーのリンクもついているので、今回はサイファインダーでこの出典元の詳細をまた確認してみたいと思います。はい、先ほどのアナリティカルメソッドと同様に、この出典元の文献ですね、小6であるとか、 また、この作品情報と確認して、これちょっと全文見るかどうかっていうような判題材料に使っていただくこともできますし。また、同じように、サイファインダーからこの文献を見つけてきて、お、ちょっと気になる、この目的の物質、パクリタキセルがセラピューティックユースですね。治療薬の用途で使われている文献だなということで、サイファインダーで検索した結果から、 この気になる配合情報にも確認してフォーミュラスにアクセスするということもできるようになっています。また先ほどはアナリティカルメソッドでは文献を検索してアナリティカルメソッドに情報があるものに限定をしていきましたがフォーミュラスに関しても同じことをすることができます。ということで今回もまた簡単なキーワードから文献を検索してみます。 先ほどのアナリティカルメソッドでご紹介した通り、この CSF リューションズですね。こちらを使ってフォーミュラスに情報が収録されているような文献に限定ができますし。さらに、配合に関してはですね、このフォーミュレーションパーパスのフィルターで、配合の目的を限定していくことができますので。今回で言うと、このやはり抗使用剤の、ね、目的にした配合がよくヒットしているようですね。 この形で、サイファイナルの文献検索から目的のテーマに関するような配合が記載されている文献に限定していって、でさらにフォーミュラスにアクセスをしていって、まあ、先ほどみたいな文献に記載の実験の情報なんかもね、簡単にアクセスができるようになっているという形です。このように目的の機能を持った物質の調査であるとか、その配合情報、さらに実験のデータの検索といったところ、この CS フォーミュラスと、 CSSIFINDER c。こちらを連携して活用してみてはいかがでしょうか。ということで、以上が CSSIFINDER c Discovery Platform for Academics で追加された生物活性の情報と、それから CS Analytical Methods、そして CSFormulas、この3つのご紹介でした。